はい、川崎さん、すごいたくさんのページを立ていただいて、のようにお話しいただきありがとうございました。本当に聞き応えがあるような感じでした。予定ではもうほんの数分なんですけど、何かこの場でぜひ聞きたいなということがありましたら、お一人二人ぐらいはお伺いできるかなと思うんですけど、いかがでしょう。このこちらの前の方、後ろの方では、ありがとうございました。県政協連の稲と申しますけど、川崎さんの本の新版のブックレットの12ページに、禁止条約が成立した後も当然、これまでもテーマになると思いますけど、原発の課題が書かれています。ここでは世界に存在する400強の原発原子炉のうち約4分の1が東アジアにある。で、同時にちょっと飛ばしますけど、核兵器約8000発に相当する量が核兵器の原材料が あるんだと。したがって核兵器禁止条約というのは、核兵器の製造も管理するんだ、製造するための原材料となる原発で発生するプトリウムだとか濃縮ウラン等についての管理水準をかなり高めないと、管理規制等をしないと非常に重要な課題として設定されている。この原発の問題課題に対して ICANN として基本的な考え方というのはもうすぐ分かりやすく説明していただければと思います。以上です。はい、ありがとうございます。ICANN そのものとしては ICANN 核兵器廃絶国際キャンペーンという名前ですので、しかも500団体が参加してますから、原発についてこういう立場ですという特定の立場は取らないことにしているんです。ただその ICANN に深く関わっている私の考え、あるいはそのピースボットとしての考えというようなことで述べさせていただきますと、核兵器と原発のつながりということは非常に重要なところで押さえる必要があってですね、結局原発のゴミが、核兵器の材料になるんですね。原発で燃やした燃料の使用済み燃料からプルトニウムが抽出できて、プルトニウムが今言われた、今日本が保有している量は47トンというのが、核兵器の数にして6000発とか7000発、8000発ぐらいまでなるぐらいの量であると。で、これは本当に国際的な懸念の対象なんですね。で、核兵器禁止条約を今後本当に細かく実行していこうと思った場合には、核兵器の開発ということを全部禁止するわけですから、核兵器開発ということの中にはそうしたウラン濃縮とかプルトニウムの取り出しとか、そういったことが含まれてくる可能性があると、ね、それはどこまでが含まれてどこまでが含まれないかということは実際の国際交渉が決まっていくわけですけども、私たち市民の側からすればですね、そうした原発由来の物質が核兵器に転用される危険性というのは大変大きいんだということを踏まえて、なるべく厳しい制約が課されるように求めていく必要があるんだろうなというふうに思っています。じゃあ最後、はい、貴重なお話ありがとうございました。若林と申します。仕事は公務員しておりますが、日本平和学会とか国際政治学会に所属して、国際政治学と安全保障、国政策、核政策などの、勉強を続けております。川崎先生に、すでに、お話の中に触れられた部分ではあるんですけれども、少し詳細な、また補足するようなコメントをいただきたい点が2点ありまして、核をなぜ保有する方に賛成するか、また、核の傘に入る方を取るかっていう部分では、核がある上の、プレゼンスですとか、あと力の真空が生じさせないためといった議論があるかと思うんですけれども、それへの反駁としては、そもそもが先生のお話の中で触れられましたように、核を持つがゆえの、事故として偶発核戦争の危機、それから、実際に使われた場合に、もう単に核兵器禁止条約は、人道上の部分を問題にし、人間の安全保障という
観点からできているかと思うんですけれども、さらに、まあ、先ほどお話になって触れました大気ですとか気象への影響でも生態系への多大な影響を考えた場合に、まあ、種の絶滅に至るという部分があるかと思います。で、まあ、特に偶発核戦争につきましては、まあ、米ソ冷戦下においては、非常に多大な数が技術的な危機が何度もありまして、そこら辺について、まあ、十分啓発されてないのではないかなと。それと核戦争が起こった後どうなってしまうのかっていう部分、自然科学ですとかそういう理科の知識を持って、理解するっていう部分も十分啓発が進んでないのかなと思います。まあ、その部分についてちょっと補足コメントや詳細の部分、まあ、あとは、まあ、参考文献などもですね挙げて我々オーディエンスにちょっとコメントいただけたらと思いますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。やはり核兵器は使われないだろうという想定が非常に、まあ、浸透してしまっているんですよね。そこに根拠がないわけでありまして、今ご指摘がまさにあったようなことを特に若い世代の方々にちゃんと伝えていくことが必要で、ある程度の、ね、年齢層以上の人たちというのはなんとなく直接の体験あるいは直接の親からの引き語りとして第二次世界大戦の時の大変さというのをまだギリギリ私ぐらいの年までは聞いておりますけども、あ、戦争怖かったんだな、で原爆も恐ろしかったんだろうなぐらいのことを聞いてるんですけども、それより下になってきますと本当に全然過去のことになってしまって実感が湧きませんので、実際に核が使われてしまうリスクがあってそうしたらこうなってしまうよというようなことをきちっと伝える必要があると思います。で、私いいなと思いますが2007年だったと思いますけども広島市が、まとめた核攻撃が今日行われたら一体何が起きるだろうかということの報告書というのがあるんですね。なぜ広島市がそれを2007年にまとめたかというと当時は有事法制の関係で有事法制と国民保護というで政府が全国の自治体に号令をかけてですね、有事になったら国民保護しなければいけないからその計画を出せみたいなそういうことで言ったんですね。それを受けた広島市が、まあ、知恵を聞かせたと思いますね。秋葉市長の時でしたけども分かりましたと、有事になったらどうなるか調べますって言ってですね、結論としてその、まあ、彼らはまあ広島ですから核兵器がもし使われたらどうなるかという研究を専門家チームを立ち上げて行って、その報告書の結論は、核兵器が使われたら全く救済不可能である、対処不能である、故に広島市のこの部会の結論は核兵器を廃絶すること以外に国民を保護する道はないというふうに結論付けたんですね。でこの報告書は非常に読み応えがあって科学者の調べに裏打ちされておりますからかなり非常に精密な議論をしていて英訳版もあるんですね。実は核兵器禁止薬を作る過程でこの英訳版の報告書というのは何回も参加者に言及されているんです。ここが示しているように今日核兵器が使われたらこんなことになって繰り返しがつかない、こういったような議論をですねやはり今の特に若い世代としていかなきゃいけない。それはちょっとですね心理的に抵抗を感じる方はいらっしゃると思うんです。私も半々なんです。やはり今戦争が起きたとかまた核が使われたらということを軽々しく論じたくない気持ちっていうのはですね特にこの日本社会の中にはあると思います。それは大事にすべきだと思うんですけども、しかしやはり今の若い世代を見てるとなかなかそんなことも言っていられないという感じがいたします。そしてそのなぜ核が使われたらということを論じるかというと核兵器があってそこに核の緊張と競争がある限りは単純な話で軍拡のサイクルに入っていく、軍拡競争のサイクルに入っていけば使用されるリスクが高まりますよねと、このこともですねちゃんと伝えなければいけないと思いますね。その備えあれば憂いなしで向こうが持ってばこちらも備えるんだ、それで安定化するんだなというのは非常に何ていうか根拠の薄い話でありまして、安全保障の議論としても安全保障のジレンマというのがありますけれども、向こうに対する備えとしてこっちも持てば全体としては脅威が高まるんだという形ですから、それは間違った形でも何らかの衝突になる至る可能性が高まるんだということをまずきちっと伝えた上で、何が起きるかということをしっかりと議論する、そういったことが今必要なんじゃないかなという気がいたします。はい、ありがとうございます。最後に非常に新しい視点としますかね、学びの情報をいただきありがとうございました。ちょうど今の予定の時刻になりましたので、
本当はこれからさらに質問が出れば出るほど、だから1時間ぐらいいけそうなところがあるかと思うんですけれども、お名残り用紙ですが、ここで一旦締めさせていただきます。川崎さん、どうも本当はありがとうございました。ありがとうございます。